あの猫はどこ行った？魔女の家に着いたよ。見てバージル、家がある。あれは魔女の家じゃないか。かなり古そうだね。ここの主催魔女にお願いしてしばらく止めてもらおうね。人がいるようには見えないが、列車戻んなくて大丈夫？もし誰もいないならちょっと借りてもらおうよ。魔女見習いが魔女の家に泊まるのは当たり前のことだよね。それはそうだが、ここでいろいろやることになるのかな。何これ、昼寝をするとかあるよ。あとでここで昼寝ができるといいね。これもここで過ごすことになるのではっていう感じの、いかにもな魔女の家出てきたね。でもハイライオンに行くんじゃないの私。大丈夫かな。中に入ってみようか。ちゃんとね、やること書いてくれてるのありがたいね。じゃあ入ってみましょう。誰かいませんか？誰かいる？誰もいないみたい。おそらく破棄された魔女の家だろう。魔女管理局の管理もどこまでも行き届いているわけじゃない。さて中に入ってみよう。いいのかな、入れんの？鍵かかってないんだ。鍵かかってない。中は結構ね、クモの巣とか張ってるけど、電気とかついてるし、ベッドもそのままあるよ。うん、本当に廃れた魔女の家だな。悪い場所でもなさそう。あまり綺麗じゃないけど、魔女の家は自動的に清潔さを保つことができるのだ。すごいな。うちにも欲しいんだけど。荒れ放題になっていることはあまりいい状態とではない証拠。でもベッドは悪くないみたい。私たちはここに泊まれる。あ、魔女の家は公共機関だ。公共機関なの？一泊するくらいなら大丈夫。お金払った方いい？路頭で泊まるよりはずっといいだろう。スタミナ。採取、ダッシュなどの行動でスタミナが消費されます。採取でも減ってたんだね。食べ物を食べたり寝ることでスタミナが回復できる。オッケー。あ、なんか掃除とかできる。お掃除しとく？中はちょっと散らかってる。どうせ一日しか泊まらないからどうでもいい。まあそっか。じゃあこのまま寝る？うん、他も調べたけど、同じセリフしか出てこないので、寝ますか？大丈夫かな？絶対さ、お昼くらいまで寝て、電車乗れなかったってあるよね。寝ます。かわいい。何これ？夢？あの白猫ちゃんかな？なんだその顔は。ふかふかのベッドで寝られたんだろう。めっちゃ電車の音してる。それはそうだけど。列車で眠る夢を見たの。せっかく列車で寝ずに済んだのに、列車で寝る夢を見るなんて。そういうことなら、いっそ列車で寝ればいいだろう。そうでもないよ。こんなにぐっすり眠れたのは久しぶりだ。結構長い間列車で移動してたんだね。でも、列車の音がずっと耳に残っているような気がするの。鳴ってるよ、実際。本当に列車の音かも。え？本当に列車なの？もう出発するんじゃないよね。早く行ってみよう。はい、メインクリア。新たな場所へ、列車に戻ろう。間に合うか、これ。本当に列車の音だ。そろそろ出発するようだ。急いで戻ろう。起きるのがギリギリだったね。寝坊しなくてよかった。これ間に合うか、本当に。本当に間に合うのか？あ、羽ペンで書いちゃった。間違って。でも時間さ、経ってる感じしないからいけるかも、案外。魔女の花。うん、素手で取れるね。制作時に魔女がこれをよく使用する。じゃあ素手に持ち替えて取っとく？てかさ、そうだね。空きができたから、これも拾える。オッケー。よし、急ぐぞ。え、なんかウサギちゃんいる？アイテム欄がいっぱいです。なんと。
ー、逃げちゃった穴に。まあ、また来れるかもしんないからね、ここ。とりあえず急いで戻りましょうか。リンゴとかなってるけどね。これだけもらってこ。急げー。あ？あれ？列車はどこだ？ははは、あの鳥が列車の音を真似していたようだ。でも列車はどこに行ったの？ハイライオンに行ったんだろう。じゃあ私たちはどうするの？この辺りを探してみよう。何か見つけられるかもしれない。なんでそんなに冷静でいられるの？お前のお母さんにはもっとひどい目に遭わされていたから。ああ、バージルはもともとお母さんの帽子だったのかな？お母さんのお下がりなのかもしれないですね。もう列車いなかった。まあ、そうなるだろうなって思ってたけど、完全に置いてかれてましたね。これは何なの？これはガーガー鳥。頭のおかしい鳥だ。いいから、今は知りたくないの。寝坊したのは明らかに自分のせいだろう。ガーガー鳥は何も悪いことしてないよな。もう分かったから、今は黙ってて。置いてかれちゃったよ。じゃあ何か手がかりを探しますか。本かな、これは。手紙だ。誰がこんな親切なことを。列車に乗っていたバーテンダーさんみたいね。列車が急に消えてショックを受けませんでしたか？ショック受けてます。夜中に到着した魔女が茨を解決してくださいました。これ以上の延期は無理でしょうから、列車はそのまま出発してしまいました。まあそうだよね。しょうがない。でも、あまり心配しないでください。列車はまた来るし、近くに私が以前住んでいた村があります。お客さんはそこでしばらく滞在してください。森にある標識に沿って行けば、村に着けるはずです。もし村に着いたら、アネットとアルデンによろしくお伝えください。バーテンダーより、丁寧、ありがとう。優しい人だった。さっきの場所が村なんだね。列車に乗り遅れたら、少しでも落ち込んだらどうだ。いいじゃん、村があるから。私たちはそこで待ってればいいんだもの。魔女の家を一度掃除しよう。村の入り口に茨、村の入り口にある茨を何とかしないと。わかった。そうはしゃぐな。俺たちは列車に乗り遅れたんだぞ。はーい。聞いてるのか。こうなった以上、図鑑の内容をもっと埋めよう。なるほどね。羽ペンで書く。うん。列車に置いてかれました。あ、二つある。サイドチャレンジみたいなこと？うん、図鑑にさらに三つ記録。オッケー。で、魔女の家でも掃除をして、道を塞ぐハニーパンプキンを観察。こっちとかはもう行けないんだ。置いてかれちゃったね。まあ、そうなると思ってたけどね。完全に置いてかれました。で、さっきのガーガー鳥もいなくなっちゃった。いや、なんかもう、ね、乗る寸前のとこで置いてかれるとか、そんな感じになるかと思ったけど、完全に置いてかれてましたね。まあ自分が悪いな、これは。まあでもそんなに、この主人公は気にしないタイプだよね。じゃあせっかくなんで採集しながら羽ペンで書いていこうかな。こんなにね、いっぱい何に使うかわかんないけどね、アイテム。とりあえずもう持ち物がいっぱいになりそうだから、なんかアイテムボックスじゃないけど、収納箱的なものがあるといいよね。BGM もいいな。めちゃくちゃ穏やか。ここは相変わらず何もアクションができない感じですね。アイテム欄いっぱいになっちゃったな。これまた後で拾いに来ようか、そしたら。あ、うさぎちゃん。うさぎちゃんさ、欲しいよね。一回これを置いて、うさぎちゃん
だんだんの毛。毛をもらえるんだ、うさぎちゃんの。なるほどね。これなんだ。コロコロと丸くてキュートな、だんだんっていうのか。さっきのうさぎちゃんが、だんだんっていうのね。だんだんの毛。軽やかで高い保温効果がある。しかも、心地よい香りがする。ふわふわなんだろうな。お日様の香りがするんだろうよ。あ、てか、あれだね。羽ペンで描けばよかったね。あ、落ちてる毛。だんだんの毛落ちてたわ。はぁ、もういっぱいで持てません。あ、いた、だんだんちゃん。羽ペンで描きます。あ、逃げちゃう。毛ちょうだい。ありがとう。これどういうことだろう。だんだんから引きちぎってんのかな。あ、逃げられました。だんだん。日中しか出ないんだね。地中に生息してるんだ。好奇心旺盛で人間を見かけたら自ら寄ってきてくる。丸々と太っただんだんの顔に触れると手に柔らかな毛が残る。毛まみれになるんだな。このジュラルアップルとか食べらんないのかね。あ、食べるってあるじゃん。一個食べてみます。あー、これでスタミナ回復できるんだ。荷物いっぱいになったからね、いくつか食べちゃおっか。そしたら、え、てかよく見たら時計が進んでた。時計進んでたわ。もうあっという間に午後になってたよ。気づかなかったな。これは、これは魔女の家の看板。今まで見たのとはちょっと違う。旧式なんだろう。昨日ね、暗くてよく見えなかったって出てたけど、魔女の家の看板なんだ。はい、毛もらいます。あー、逃げられる。あ、逃げられました。はい、じゃあ魔女の家戻りましょう。まずは雑草を取り除こう。数が多すぎる。手で抜いたらいつになるんだろう。そっちの樽を調べてみよう。雑草を取り除くポーションがあるかもしれない。世界観が魔女っ子だ。なるほどね。手で抜かずにポーションで解決するんだ。面白。ここには何もない。そうなると他の道具を使うしかない。他の道具もあるのか？とても強力な道具があるのだ。なんだろう。手だよ。結局手作業なんだ。ああ、これは大変だ。牧場物語じゃんね、こんなん。じゃあまずはね、魔女の家の周りをきれいにしていきましょうか。結局村には行かずにこの魔女の家で生活することになるのかな。まあ、村には行けるかもしれないけど、ここを拠点とするのかな。うん、綺麗になったかな。じゃあ中入ってみましょうか。ほーら、エリークエストマークだ。めたい。私に見えるのは掃除しなければならない大量のホコリとクモの巣だけ。まさにそれだな。さて、掃除しながら使えるものを探そう。イエス。とりあえず掃除をね、していこう。ここの魔女はどこに行ったんだろう。もうずいぶん昔のことだろう。ルオトゥ以外のどこかで元気にしてるだろう。ここがルオトゥなの？あ、目の前のことに集中。じゃあここを掃除したかったんだよね。手帳。後で役に立つかもしれない。魔女の本棚。正確には魔女が使っていた本棚。それはもう魔女の本棚じゃないか。本残ってんの？でも本は読まないよ。頭が痛くなるから。解釈一致だな。本を読まない魔女より毒キノコの方がまだマシだな。どういう意味よ。毒キノコは一人しか殺さないから。うるさいわね。本なら学校でたくさん読んだわよ。魔女の歴史を変えた12の植物。面白魔女植物図鑑。夢の魔女庭園植物。植物に関する本がたくさん。
植物の研究をする魔女が住んでいた。これから手に入れた本もここに入れよう。本を手に入れるんだね、今後。この家は本当にめちゃくちゃ。お前の部屋を思い出すよ私の部屋はずっと綺麗だよ。埃という点だけなら確かにそうだが。掃除完了。机の前も散らかってんだよ、エリー先生みたいなこと言うのやめて。せっかく学校を出られたんだから。ここかな、最後。まだ埃が残ってる。食べ残しはいけないよ、エリー。何の話？校長室に入ってはいけないと言ったはずだ、エリー。おとなしく言われた通りにすればいいだろう。うわぁ、魔女リフト。何？だから先生の言うことはちゃんと聞くんだ。早く降りてみよう。リフトがあんの？怖いフランケンシュタインの怪物はいないだろうな。フランケンシュタインの怪物、それは楽しみだね。好奇心旺盛だな。こっから何？下に行けるの？うん、作業室に移動するってある。エレベーターじゃん。うわー、すごい！アトリエだ！エリーのアトリエ。バージル見て！ここは調合室のようだ。道具がまだ大丈夫なら、ここでポーションを作ることができると思う。でも掃除が先だな。また掃除か。じゃあ掃除していこう。すごい。なんか、ちっちゃい家だなと思ったけど、下に大きな部屋あったんだ。知ってる。これは抽出器だね。学校では飽きるくらい使っていたね。もっと小さいやつだったけど。これは使えないようだ。下のガラス瓶を見て。ああ、壊れてるね。確かに。親切なヒキガエルが必要だ。え？ヒキガエル？これを使いたいなら、まずはガラス瓶を見つけないと。ポーションを作りたいなら、まずは抽出器を修理しないと。これがないとどうにもなんないな。加工道具の修理。抽出器に使えるガラス瓶を探そう。うん、売ってるやつでいいんだ。これは？乾燥機だったのか。これは嫌いだ。採取物を入れてから待たないといけないのはひどいよ。なるほど、採取したものを乾燥させる機械か。前もって採取物を入れれば十分に便利な道具だ。でもあまりいい状態じゃない。どれどれ。ああ、ゼンマイを巻くためのハンドルがない。どこに乾燥機のハンドルがあるんだろう。基本レシピでは乾燥機は必要ないから問題ないだろう。村の方で探してみよう。うん、村ね。状態のいいものは一つもない。こんな荒れ放題な場所に状態のいいものがあった方がおかしいだろう。正論。これは何？アイテム欄いっぱい、すいませんアイテム欄ね。なんかあそこにさ、ボックスみたいなのあるよね。これ調べてみる？切った切った、アイテムボックス。え？どういうこと？これを選択して、あ、このアイテムはダメなんだ。これだけ入れれるの今。リトのプレゼントだけ移動できる。まあ、いっか、とりあえず。冷蔵庫みたいなのに入れなきゃいけないのかな？リンゴとか。これは？メープルハーブエキス。うわぁ、なんか、てかよく見たらここにいっぱいいろいろ落ちてんだな。映せません。映せないな。ちょ、下に置かせてもらうか、これ。え？置けない。じゃあちょっと枝だけ置いとく？オッケー。これは何だろう。こぼれた瓶と走り書きされた紙と本。めちゃくちゃ。埃だけ払っておこう。埃を払うだけでも時間がかかりそうだ。これは何だろう。ムーンオイル。ポーションのレシピか。ここにいた魔女が使っていたものだろう。
月の力を持つポーションのことが書かれている。その材料はムーンフラワーとフェニックスフェザー。絶対手に入れんの大変そうな素材出てきたな。フェニックスのね、羽でしょ。どれも非常に高価な材料だ。いつか役立つからとりあえずしまっておこう。すぐには作れないだろうね、これ。下にも何かある。あ、本当だ。この文字は何だ。学校で習ったじゃないか。これは古代魔女語だ。古代魔女語。私がこんな変な記号を習ったというの。しかもテストの点数は悪くなかった。何も覚えてないね。それを見てみるか。何かのレシピみたい。月のなんとかかんとか。もういい。頭が痛くなった。後で思い出したらまた読もう。不明なメモ。不明な言葉で書かれた古いメモ。以前に習ったことがある言葉のようだが思い出せない。古代魔女語ね。全然覚えてないんだって。とりあえずしまっておいて後で読もう。この机は作業台として使える。今は使い道がない。あ、レシピというのがあるのだな。なるほどね。あ、ムーンオイル。はあ、ここで、このタブでね。あ、これが生き物の図鑑、植物の図鑑、で、レシピ。これなんだろうね。これもレシピかな？キャンディー。呪いとかあんの？すごいな、楽しみだな。この棚は調べられない。下に多分落ちてるのが、これエキスだよね。こっちは？あ、これもボックスだ。この箱はまだ使えそう。ポケットがいっぱいになった時は、ここに荷物を入れよう。これ右の箱と左の箱の使い分けってなんだろうね。道具箱と整理箱的なこと？あー、よかった。とりあえずじゃあ全部入れちゃおう。エキスはこっちにも入れられないんだもんね。どこに入れんだろうね。で、最後、この大釜ですよ。うわー、この大釜はいいものだね。めちゃくちゃ大きいし。ね、すぐね、火つけて使えるね。ブルーフリー工房の商品のようだな。しかも古風なデザインだ。いかにもって感じだね。学校の大釜はみんな安物だったもん。やっといいものが使える。調合方法は覚えているよな？もちろんです。正確な材料加工、火力、お玉のかき混ぜ方。あ、かき混ぜ方向。それらがあって初めて本格的なポーションが作れる。結構大変そうだな。ポーションを振るのは3回まで。はい、ポーションの調合。ポーションを調合するには、特定の材料、火力、お玉のかき混ぜ方向の全てが正しくないといけない。あー、書いてるね。確かに。本当だ、書いてるわ。しっかりと図鑑内のレシピを確認しましょう。オリビア先生の口調は嫌いじゃないよ。さっきの先生の真似だったのかな。癖ある感じだね。しかし大釜は大丈夫そうだ。材料さえあればポーションが作れる。加工道具はあまりいい状態じゃない。たまたま捨てられていた材料がある。ポーションを作る必要があったらまずはこれらを使おう。掃除は終わった？床に何か落ちてる。床も掃除するの？これ拾えってことかな。拾ってもこれどこに置けばいいかわかんないんだよね。まあ、いっか。魔女の花エキス。さっき拾った素材をエキスにしたのか。これってポーションの材料だよね。学校で飽きるほど使っていた。魔女はみんな、こんなにずさんかな。いくらずさんでも材料は大事に扱うはずだ。じゃあここに住んでいた魔女はよっぽどずさんだったんだね。あるいは急いでここを出たか。なんで？俺が知るか。
よし、掃除は全部終わったね。その辺もなんかストーリーでね、明かされたりするのかな。前の魔女の情報ね。ポーションも作れる。加工道具が壊れているから作るのは難しい。落ちている材料があるからとりあえずそれで作ってみよう。食べ物じゃないからいいのか。村の前にはミニパンプキンがある。悪性雑草ポ、ん？悪性雑草掃除ポーションを使えばよい。悪性雑草除去ポーションだ。めっちゃ言いづらい。除去が正しいんだね。うん。とりあえずそれで作ってみよう。図鑑でレシピを確認しよう。拾った材料で作れるはず。よし、始めよう。ハニーパンプキンの状況。はい。図鑑を開く。これだね。詳細を見る。詳しいレシピの内容は右ページ。